昨日から我々のグレート演舞をご覧いただきますね。でもその演舞の前に皆様に注意事項が4つございますのゆえ、しっかりとお聞きください。1つ目、我々の演舞、刀や槍、とても危険なものを使いますのゆえに、この赤い塔の中には絶対に入らないようにお願いいたします。本日ではお子様が多いので、ふとした瞬間にお子様がこの中に入らないようにしっかり見てくださいませ。2つ目、演舞中勢い余ってもしかすると最前列あたりまで砂利が飛んでしまうかもしれませんので、ご注意くださいませ。3つ目、流行り病、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、こうあてマスクの着用もしっかりお願いいたします。近頃ね、感染者が減ってきたとはいえ、まだ油断ができない状況でございますので、鼻と口をしっかり覆うようにお願いいたします。そして4つ目、人と人との適正な間合い、ソーシャルディスタンスの確保もよろしくお願いいたします。以上4つのことをお守りくださいませ。さあ、突然ですが皆様、徳川家康公ご存知ですか？知ってるよという方、挙手をお願いいたします。あらららら、ありがとうございます、ね、教科書に載っておりますからね、みんな知ってる方が多いと思うんですけれども、ではその徳川家康公がどちらでお生まれになられたか、ちょっと聞いてみようかな。これ3択出しますよ。1つ目、名古屋。2つ目、岡崎。3つ目、浜松。さあどれか聞いていくよ。1つ目の名古屋だと思う方、挙手をお願いいたします。2つ目岡崎だと思う方、挙手をお願いいたします。おー、いいですね、いいですね。3つ目浜松だと思う方、挙手をお願いいたします。すばらしい、皆様優秀でございます。正解は2番の岡崎でございます。徳川家康公、あの有名なお方はそこ岡崎でお生まれになられたんじゃ。で、実はこの岡崎、あそこでございます能楽堂のすぐ横の暮らしてたところ、坂田に行けというところでお生まれになられました。それゆえにここ岡崎公園には徳川家康公、そして徳川家を支えた強くてかっこいい武将様たちが刀や槍、旗などを使って援護を披露してくださいますね。パシャパシャと写し絵を撮って動画を、演舞をお楽しみくださいませ。それでは演舞の前にちょっと拍手の練習をしたいなと思います。よいですか皆様、じゃあ拍手って言ったらこう大きな拍手をお願いいたします。よ、します。いい家の誇りを守らんと
赤き入れたの箱のもと戦場切り裂く異の赤鬼連を狂う男にあらず我こそ福岡軍先鋒いい青松さん完璧じゃ家康公の苦難の一つ三河一向一揆では初陣ながら先陣染め味方の支援を盛り上げた。けれども恐れをなすな。うつばつはそれがしが引き受けた。徳川家臣中人品最も高し言われた我の名は榊原康政ここに水産幼き頃よりお伝えし東三河の旗頭わしの太鼓の音は三方を鼓舞し武田の軍を退けた。わしこそ徳川四天王が筆頭酒井忠次ここに着陣本利江戸本宮城殿我が信念幾度の苦難を乗り越えて掴んだ天下太平皆の笑顔が我が宝400年の時を超え再び燃える三河武士我こそ江戸幕府初代将軍徳川次郎三郎ありがとうございました。